子です。どうも、中田春菜です。河野直哉です。イエーイ。今回もこちらの麻雀プロ完全リーグ別全選手名鑑2019こちらを使ってクイズを出していきたいと思います。イエーイ。ずるしない、まだ読んでない、読み込んでない、足りない、足りない、まだ見てる分が足りないってことに気づけただけでも成長よね、うん、辞書やでもほら見てこれこれほら読み何やばない、ルールだな、俺たち争うのに。そして今回のクイズなんですけれども、うん、今回は寸評当てクイズクイズだぜ、イエーイ。自分の寸評言われても多分わからない。お、ちなみにじゃあ春ちゃんの寸評読んでみたいと思います。後傾を生かした攻め返しを特徴とする面前型、麻雀教室講師や MC 業にも活動の場を持ち、マルチプレイヤー。ピンポン、中田と春菜。これが春ちゃんですね。今のなんか分かりやすい。本当？うん、最高戦では結構いけるってこと？いや、そうでもない。そうでもないですか？まあ、ちなみに河野さんのいきますよ。マイキー、B1 リーグの昇級争いに加わるものの、あと一歩届かず。来季こそ、戦う舞台は A リーグ。こちらが河野直哉さん。若干の五七五の五七五って自分で考えてなかった時もあるんですね。いや、だってこれは考えてもらったんですよね。これは考えてもらいましたけど、も素晴らしいなと思って、僕が考えたらもっとこんな上手くなってないのに、自信があるからキャッチフレーズにしたんですよね、はい、うまくあれまあこんな感じでいろいろあるんで、ぜひこちらを読んだだけで答えを出せていけたらいいなと思います絶対無理だそれ。無理だよ。いきますよ。まずお二人とも、うん、最高戦ですからね、やはり最高戦の選手からいきたいと思います。では寸評読みます。このプロはどなたでしょうか。競技麻雀に向き合う姿勢は全選手のお手本あ、もう大丈夫です。これ早押しの方がいいのかな。これはもう大丈夫です。早押しの方がいいのかな。これ早押しの方がいいのかな。いやいやいや、これだけです、うん、続き読みますよ。これいいですね。もう大丈夫です。もう大丈夫です。かわいそう、読ませてやってくれこの人も読ませてやってくれ。これはもう大丈夫です。じゃあ、せ、漢字だけで間違えないようにするだけなんで。かけた、うん、じゃあ、せーので合う、合うと思う。大丈夫です。せーの、坂本正史早いよ。麻雀選手会長、全部読ませてくれこれはね、ね、これは続き一応読んであげてもいいですかあの、坂本さんのためにはい、麻雀駅伝2018には最高位戦代表に抜擢され、チーム優勝に大きく貢献。念願の決定戦進出、そして最高位獲得へ、今季も情熱は特盛り。あ、特盛りうまいね。これがね、最高位。つけ麺玉ね。早かった、2人とも目がキラキラしてたすぐ答え見つけた。これね、これこれ、こういうの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 。今、AD が言ったんでね、次どんどん下の方行ってみます。もう無理だな、もう無理かな。これだって多分この世で一番簡単なことね、うん、次の問題です。泣き麻雀のスペシャリスト、たくさんの後輩に慕われ、周囲にはいつも人が集まるが、その時なぜか本人が見えなくなってしまうすごいすごい、なんか楽しそうに、なんかこれできたらもう、はい、しっかりフルネームね、漢字で書けるんだったら漢字でも嬉しいですけど、行きました。はい。さあ、お二人とも何、今回も一致してるぐらいの気持ちですか？うん、ちょろいちょろい。じゃあ、同時に行ってみましょう。はい、せーの。中村秀樹。おお、正解最後、本人が見えなくなっちゃうっていう小ささのアピールが良かったんですかね。僕はその前に分かってましたけどね。こうやれるより、ジューザって言われてる方が分かりやすい。ジューザの方がピッとくる方も、うん、それキャッチフレーズ、4センチいいシャンテン出してくれたんだ、この辺に言えたのに。この寸評が可愛いからこっち使いたかったんですよね。なるほどね。さあ、それではたたったら行きたいと思います。それは無理だな。無理です。無理です。次の問題です。自分より後にモンド杯で優勝した白鳥翔が M リーガーになり、自分の娘が白鳥のファンという屈辱を味わっているすごい早い、すごい早い。これは、あ、申し訳ないかな、ひらがなで書こう。あー私もえぇ、急に感じに自信がなくなってきた。なんかね、いろいろね、
あの字がありすぎてね、ちょっと無理だわね。じゃあ同時に行ってみましょう。せーの、井出浩平さん。ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい、ちょっと正解。井だけ書いて、手が出なのか出るのかっていう。そうそうそう、多分出る、多分出る、多分出るだと思う。出るなのよね。で、下の名前、浩平さんも、浩平さんはすごい、なんかもう浩平さんこうですね。結構簡単だ。そうだ、浩平さんこうですね。浩平さんはこうなんですけど、もう手がどっちか、これで一問ミスるのはもうやってないんで、すいません。すげえ言い訳めっちゃ流暢に並べたじゃん。はい、ありがとうございます。奥さんに説教されている時だけ耳と脳をオフにするというロビーのび太のような特殊能力を持つ、さあこの選手はどなたでしょうか。絶対最高人じゃないと思う。すいません、ヒットさすがにね、ヒット手の本で日本プロ麻雀連盟の選手、男性です。わかります、そこまでわかります。それはヒントになってない。じゃあリーグだけ言います。いや、リーグもちょっと難しいですね。ではヒントいきます。はい、1970年2月3日生まれ、富山県出身です。好きなタイプ、上戸彩、広瀬涼子、以上です。でも絶対に知ってます。あ、知らないわけないし、全然わかんない。お二人とも必ず知ってる方。ギブアップかな。ギブアップだな。これなんて本当に出ないわ。わかんない。はい、じゃあでは、なんか書いたんだよ。はい、同時に言ってみましょう、うん、大きな声で、せーの、ケネス徳山。あ、井出浩平さん。まさか同じ問題だと思って。すっぴょん2回もかかったから。かっかなと思って。奥様がいらっしゃって。いやいや、2回の脇の夫って何のかかったでしょ。ケネス徳田さんと井出浩平さん、さんね、お二人とも、あれ正解でーす。ブッブー、正解は、下文字だけに。いや。いや、なんでまだ解こうとしてるんだろう。彼らはなぜまだ、なんでこれまだ続きてんの、この問題。分かった。今終わりなんだけど。まあ、じゃじゃん、山井宏、正解。山井さんでし、はい、山井さんでした。キャッチフレーズ、オフェンスマスター。山井宏、1970年2月3日生まれの富山県出身。奥さんに説教されている時だけ耳と脳をオフにするというのびのび太のような特殊能力を持っています。はい、では次の問題いきます。合法雷楽に見える風貌も実は繊細なディフェンス型、攻守にわたり隙のない技術を持つ。2018麻雀駅伝予選ではアンカーの大役を務め、逆転勝利で本戦への切符をチームにもたらした。これは最後の問題になります。漢字でお答えください。無理、より漢字で書けていた方が正解とします。ラスト問題です。よし、どれでいこう。最後の問題は、より多くちゃんと漢字で書けていた方の勝ち。最後、ここまでだってね、3問正解、バツバツで最後の問題ですもんね。お二人同点でございますから。じゃあどこ行っちゃったんだろう。もうじゃあ大丈夫。さあ書けましたか。じゃあせーので答え言ってフリップ言ってくださいね。さあ今の寸評どなたでしょうか。松ヶ瀬隆也さん。あ、やだー。やはこっちじゃないよ、こっちやは合ってると思うんだ。さあお二人の答え、松ヶ瀬隆也さんですが、漢字が違いますね。いや、松はどちらも正解、ヶ瀬も松ヶ瀬全部正解なんですけど、隆也のやは近藤彩さんが正解でーす。打ってないから。やったやったー。イエー、はるちゃん、いやいや、3回組み直したんだけどね。これ出てきた？え？出てこなかった。あ、そうか、じゃあダメだ。うん、今出てたんだけど、ちょっとどっちかな。こっちの矢があんまり良くなかったから。惜しい、ハルちゃん、松ヶ瀬好きなのに。やったー。ただ字は綺麗ね。松はごめん。バランスもいいね。さあ、というわけで
で今回のすっぴょうクイズまたまた勝ったのはコードのあやころでした。やったぜ、おめでとうございます。ありがとうございます。みんなだというわけで、はるちゃん罰ゲームがあります。もう良いよ、良い良い松さんごめんよでははるちゃんの罰ゲーム、今回はモノマネです。3、2、1、おぱぱーん、読め読め審議です、審議、はい、モノマネではなかった気がします。モノマネですよ。はい、じゃあカメラ引いてもらって、はい、はい、モノマネ。さあ、というわけで最後おぱぱーんはあれでしょ、嫁でしょ、はい、うん、コウスケのね、うん、はい、みおちゃんでした。出していただいてありがとうございます。さあ、というわけで今回もこのね、選手名鑑で遊んでみました。寸評も結構面白いのでぜひ皆さん読み込んでみてください。さあ、どうでしたかお二人、今回寸評でしたけれども、結構いけたね。まあ、意外にキャッチフレーズとかよりはのびのびたが難しかったね、うん、難しいけど長いとなんか連想できるのかな。結構なんかすぐあの見えなくなっちゃう、はい、お前だなみたいな感じすっごい。もう時段体はいけるね。そうなんだ、時段体の寸評は、寸評まであったらいけちゃうよ、これは。本当に時段体はいけちゃいます。これくらいあのしっかりちょっと読んだだけですぐにピンポンって答えられるぐらいのね、スキルにはなるので、ぜひ皆さんこちらも読み込んでください、うん、今回も動画ご視聴ありがとうございました。はるちゃんの2連敗はいつ止まるんでしょうか。さあ、それではまたお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。